サーマンラーの大モスクは、イラクのサーマンラーにあるモスク。アッパース町の十代目カリフであるムターッキルによって848年から851年にかけて造成され、1278年にフレグ率いるモンゴル軍に破壊され、外壁とミナレットを残すのみとなったが、今日に残る世界中のモスクで最も大きな面積を持つ。また、このモスクは2007年に、 ユネスコによって世界遺産に登録された都市遺跡サーマッラーに含まれている。ムタワッキルのモスクとも呼ばれる。アッパー市長は長年バグダードを都に置いていたが、836年、当時のカリフだったムータスイムはバグダードの 130km ほど北西にサーマッラーを造成し、都を置いた。十代目カリフであるムタワッキルはサーマッラーの都市建設を推し進め、 二つの巨大なモスクを造成した。そのうちの一つがサーマンラーの大モスクであり、848年に建設が開始され、851年に完了した。モスクのシンボルである巨大なミナレットも852年に完成し、世界で最も大きい面積を持つモスクとなったが、1278年、イラクに侵攻してきたフレグによって破壊され、外壁と ミナレットが残るのみとなった。モスクの見取り図。左側が真っ赤の方向に当たる。建物本体の大きさは240メートル160メートルであり、中庭の大きさは160メートル100メートルだった。今日まで残る外壁は幅が2.65メートルあり、四隅には塔が四隅以外にも東西に八つ、南北に12の塔状の張り出し部分があった。 前述のように建物はフレグによって破壊されて完全に崩れ落ちているが発掘調査によると東西には4列の南北には3列の回廊ができるように列柱が設けられさらにミフラー部がある南側にはさらに9つの列柱が存在したこのようにモスク内部を列柱が囲い礼拝時に向く真っ赤の方向の奥行きが深くなって いるのは預言者のモスクをはじめとする古典的なモスクに見られるものである。建物は焼きレンガ製で、シリアのダマスクスにある、ウマイヤモスクのように豪華なモザイクで装飾されていたと、されている。モスクの外側には目立った装飾は施されず、16、あった出入り口も簡素なものだったとされており、ここにも、ウマイヤモスクとの共通点が見られる。 建物の外側には現在まで残る外壁とは別に444メートル376メートルに及ぶ巨大な外壁があり、外壁とモスク本体との間のジャーダと呼ばれる空間にも350メートル266メートルの外壁があったことが分かっているが、なぜモスクが何重にも外壁で覆われていたのかは分かっていない。高さ50メートルに及ぶ 螺旋階段を持つ巨大なミナレットは、真っ赤とは、反対側に当たる外壁の外側に11世紀に建設され、アラビア語で螺旋を意味するマルイヤと呼ばれている。ミナレットを登るにはこの螺旋を回っていく必要があり、ムターッキルは、よくラバに乗って、これを登ったという。このミナレットは古代バビロニアのバベルの塔がモデルであるとされており、歴史学者の羽田忠は、 これが事実であるならば、イスラーム誕生以前であるジャーヒリア時代の伝統建築がイスラームに生かされた恒例であるとしている。サーマンラーの大モスクはマルーイやミナレットと共に2007年に世界遺産に登録されたが、当時のイラクの正常化では維持や保存活動が困難であるとされ、世界遺産登録と同時に危機にさらされている世界遺産に登録された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。